タガチャンネルです。今回はお部屋紹介をしてみたいと思います。以前の動画でお部屋紹介しましたけども、新たにね、 IKEA のデトルフついに購入しました。ありがとうございます。以前の動画でね、 IKEA のデトルフかコトブキヤの大型コレクションケースで迷ってるっていう話しましたけど、ついに僕は IKEA のデトルフを選びました。そして飾っているこの状況をお見せしたくて今回動画にしてます。最後まで目を離さずによろしくお願いします。 IKEA のデトルフですね。はい、6999円で買いまして、それに通販なんで、壊れないように配送してくれるために4000円かかるんです。3990円かかるんで、そのためにこの2つ買いました。そうです、2台買いました。1台買って4000円払うのはちょっともったいないなと思って、もう1台欲しくなったらやっぱりもったいないと思ったんで、思い切って2台買っちゃいました。はい、というわけでね、仮面ライダー915桜島バージョンです。マスクディスプレイですね、奥の方が。で、手前にあるのがマスクコレクション、マスコレってやつですね。はい、そしてこちら925のマスクディスプレイ、奥の方がマスクディスプレイで、はい、925のマスクコレクション、マスコレですね。はい、あ、こちらは、おお、V3 がいますね。 V3 のスタチューですね。スタチューモデルっていうものがありまして、こちらはね、石像状態の V3 なんですけど、プライズ商品でして、姉がプレゼントしてくれました。そして奥にあるのが、そう、仮面ライダー915、こちらは初代の915ですね。藤岡弘さんがね、中に入って演じてました。そうです、スーツアクターをやってたんですね。はい、それはすごいですよね。迫力のあるね、あんな戦いのシーンをね、役者の人がやるなんて今では考えられないですよね。はい、さあどんどん行きましょう。こちらが、そう、 CSM ファイズギアです。ファイズギアなんですけど、ファイズギアの、両サイドのファイズポインターとファイズショット入りきらなかったんで、とりあえずファイズドライバーだけ飾ってます。こんな状況です。これはいずれね、ちょっと変えようと思ってます、配置を。ここに置くのはちょっとマスクディスプレイの仮面ライダーファイズしようかなと思ってます。で、マスクディスプレイのシャドームーンと一緒に並べようと思ってます。仮面ライダー915の RMW、 こちらは2分の1スケールといって、マスクディスプレイよりちょっと小ぶりなんですよね。はい、大型マスク系フィギュアの中でも一番小さいんですけど、リアルさは群を抜いてますね。なんといってもここの顎のラインがね、しっかりとシュッとしてますよね。顎のラインがシュッとしててね、すごくリアルですよね。で、口元よく見るとですね、開いてるんですよね、口元のところが。ちょっと空間が開いてて、ここのとこから息が吸えるのかな、そういう感じですよね。後からね、アテレコするんですけど、声出して演じた方がね、やりやすい、スーツアクターの人が演じやすいんですよね。だからここは空気穴でもありますし、喋るための穴でもあると思います。はい、僕はちょっと詳しく、そこまで詳しくはないんですけども、ちょっとおおよその多分こうじゃないかなと思ったことを今喋ってます。はい、ミナズマンですね。バン・ダイスケっていう人がね、キカイダーを演じてたんですよ。ここにあるキカイダー、キカイダーの RMW、 そしてここにあるのがソフビ魂のキカイダー、人造人間キカイダーで、バン・ダイスケって人はね、占いによってね、占いで名前を改名した方がいいよって言われたもので、で、稲妻の時に思い切って名前改名したんですけど、石の森先生にはそのことを伝えずに伴直哉として出てたんですけど、内緒にしてたもんだから、
でも結局バレちゃって、稲妻の放送でバレちゃって、でこれはどういうことなんだって問いただされたそうなんですけど、バン大輔の名前でね、機械だ01でまた出てくるんですけど、機械だ01ではバン大輔の名前でまた元に戻って、改名前の名前で登場してますけども、そういった理由でねちょっとギクシャクしたそうです。はい、バン大輔と石ノ森先生の間でね、はい、ここに置こうと思っているのが RMW の破壊弾なんですけど、ここにスペースができたんで開けられると思いますよ。近日中に公開したいと思ってますんでね、ぜひご期待ください。そしてね、こちらがこちらね、ソフビ魂の破壊弾ですね。はい、こちらもねかっこいいですよね。ソフビ魂ってすごくね一時期流行ってたんですけど、10年ぐらい前に発売されてましたね、ソフビ魂。リアルにできてるんですよね。ソフビなんだけども結構リアルな造形とポージングしてるんですよね。大人向け商品ですね、こちらも。はい、こちらがねビッグマスクショーの仮面ライダーシーン1号です。こちらは一番くじで、A 賞で当てることができるフィギュアなんですけど、今ヤフオクではもう大量に出回ってて簡単に手に入れることができます。はい、僕はヤフオクでもちろん買いました。はい、で先ほどのマスクディスプレイの話に戻りしますけど、マスクディスプレイの方はねプライズ景品で、ゲームセンターなんかでね UFO キャッチャーとかでクレーンゲームとかで取れるもので扱ってたそうです。こちらもヤフオクで僕は手に入れました。今からね大体3年ぐらい前にヤフオクでね買いましたね、マスクディスプレイの仮面ライダーシリーズ915からね。はい、 IKEA のデトルフで飾るともう素晴らしく高級感が出ますよね。でここに取っ手がありまして簡単に開けることができます。はい、このように。ただねよく見ると奥行きがあるんで、ここに何か置きたいなと思ってます。はい、もうちょっと何か置きたいなと思ってますね。ただこのマスクの顔にかからない程度の大きさのフィギュアを置きたいですね。はい、でフィギュアーツも置きたいんですけども、フィギュアーツを置くべきかちょっと迷ってます。はい、フィギュアーツだったら横に置けるかなと思ってるんで、横に置くか、まあ真ん中に置いたとしてもあんまり目立たない、後ろ側のそのビッグマスクショーがね見えなくなるってことはないと思うんで、フィギュアーツだったら細身なんでね置けるかなと思ってるんで置こうかなと思ってます。はい、そんな感じです。はい、仮面ライダービッグマスクショー、こちらもビッグマスクショーですね。はい、ダブルですね、サイクロンジョーカー、そしてオーズ、タトバコンボですね。はい、そして真ん中にはオーズ、一番くじのコンビニで一番くじっていうのがあって、仮面ライダー一番くじっていうのがあって、これもその中の同じビッグマスクショーと同じ景品の中の一つなんです。はい、でこれも僕はリサイクルショップで手に入れました。でこちらはねマスコレですよ。はい、マスコレと比べるとねやっぱりすごい迫力が違いますね。やっぱり後ろのビッグマスクショーがね迫力がありますよね。僕はビッグマスクショーが結構好きですね。はい、マスコレはね後になって集め出したんですけど、マスカーワールドが出てからは僕毎回マスカーワールド買ってるんで、その流れでマスコレも集めたくなったんで、ちょっと集めた時期もあったんですけど、今は控えてますちょっと。はい、そう、仮面ライダーポーズベースステージと仮面ライダーウィザードフレームスタイルですね。こちらも一番くじの A 賞ですね。はい、そしてこちらにあるのが、そう、こちらもね
あの仮面ライダー一番くじの景品ですね。外部のフィギュアですね。かっこいいですよね、これすごくかっこいい。リアルにこんなリアルにできてるんですよ。ここのオレンジのボツボツ感みたいなリアルにできてますよね。でここのねベルトの部分もちゃんと塗装されてますね。はい、しっかりと塗装が。でここもね、外部のマークがね、顔のマークがちゃんと出てますし、塗装の省略がないんですよね。すごくよくできてますよね、こちら。はい、すごいすごいです。はい、そしてこちらが仮面ライダーなでしこ。こちらもね、あの、ムービー対戦メガマックスに登場しましたね。はい、なでしこです。はい、女性ライダーですね。はい、これも仮面ライダー一番くじのね景品でした。結構一番くじ景品多いですね。こちらがマスコレのウィザードですね。比べるとこうどうでしょうか。似てますよね。もうオーズに戻りますけど、オーズは複眼の色が暗いですよね。ビッグマスクショーだとすごく鮮明に複眼がね緑色っていうの分かりますけど、ちょっと暗めの緑って感じですね、マスコレの方は。はい、こちらもすごいですよ。はい、仮面ライダーシンですね。シン仮面ライダーが走っております。リアルですよね。気持ち悪いですよね気持ち悪いけどもすごくね、この走ってるっていうのがね、なんともね言えないシュール感が漂ってますよね。はい、面白いです。そしてこちらがアマゾンニューオメガですね。はい、こうしてフィギュアケースに入れて飾るとね、やっぱり見栄えがね全然違いますよね。あの以前紹介しましたニュークリアコレクションケースもいいんですけど、あれはマスコレに結構いいと思ったんですけど、やっぱり先にこっちを買えばよかったなと僕も後悔してます。はい、パイロット版のミラーマンですね。口元が見えてるライダーマンチックですね。ライダーマンみたいな感じですね。はい、こちらがね、そうミラーマンです。 DVD ボックスに特典として入ってます。初回限定生産で、特典としてこのフィギュアが入ってます。ボックス1にはこのミラーマンが入ってて、ボックス2にはこのパイロット版のミラーマンのフィギュアが入ってます。もちろんこのパイロット版のミラーマン映像化されてるんで見ることができます。はい、 DVD で収録されてました、特典映像。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。タカチャンネルのお部屋紹介、僕的には大満足です。素晴らしい、もう素晴らしいの一言、もう言葉がないです。そんな感じでね、はい、私タカチャンネルを応援してくださる方、どうぞこれからもよろしくお願いします。はい、頑張っていきますんでよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では最後までご覧いただき誠にありがとうございました。またね、グッバイ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。